すぐ21になります。大学生です。あ、今いないです。別れてから半年以上、原因は向こうの浮気です。いや、3回ぐらい許しました。治んなかったは、まあ、ちょっとやってみましたね。まあなんか彼氏じゃなくてもいいから、何、友達遊ぶ人できたらいいな。まあ、2人か、2人会いましたね、やってる間に。まあまあ特にないですね。インスタは私はやってないです。ツイッターをやってます。お金払うので電話してくださいって言われたことあります。あ、見せてとか、写真送ってとか、二人きりでどっか行くのはダメかな。二人きりはない。あ、だからその元彼が浮気です。え、もう多分最後までホテルで後ろ姿の写真みたいなのが出てきたんで、多分最後までみたいな。携帯見ました。もうなんかバカだから残してたんでしょうね。自分はないですね。一般的なのは分かんないけど、私が好きなのは、なんだろう、おとなしい人、テレビしてない人の方が私は好きです。自分がその方が落ち着くから。デリカシーはあった方がいいと思います。デリカシーない人はモテないんで。同じぐらい好きって思ってほしいみたいな。あんまり順番バグるのは好きじゃないです、私は。ちゃんと恋人になれなそうって思っちゃいますね。もうなんかセフレ扱いされたりしたら嫌だから、まあ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 。でもなんかそんな毒図みたいな感じではなくて、優しい人だったかな、普通に。もう優しい彼引っかかるんですよね。私高校2年生かな。いや、そんなことはないと思います。相手年上で、その浮気した元彼です。はい、病んでるというか。まあ波長が合うなって思って付き合ってました。最初ツイッターの友達で会ったことなかったんですよ。で、まあ、1年ぐらいツイッターで友達続けて遊ぼうってなって会って、それで1年ぐらいまた、まあ、たまには友達みたいなで付き合いましたね。まあ遠距離だったんですよ、ツイッターからだったんで。私の地元に飛行機で来てくれて、その日のデートでホテル行きました。でも浮気されましたね。もう毛が好きですね、結構。追わないです。まあ大事だとは思います。自分からはあんま出さないですけど、まあ、好きな人だったらこう触られたりしてもあんま嫌がんないかもしれないです。場合によってはあんまちょっと静かにしてほしいかな。あんまり好きではないです。もう性癖ではないです。長い方がありますよね。分数で言われたら分かんないけど、分数で気にしたことない。全体で言います、結構。、まあ、はい、男
男の人の手が好きなんで、手とか指が好き。まあ、あんまりしないかな。そんな経験ないから、この人前の下手だなってあんま思わない。ね、わっか。あんまりないですね。性欲のバランスとかですね。なんかもう相手のこの辺見てます。目合わせらんない。あんま顔見れないです。一日で1回のお泊まりで3回ぐらい。あんまりないです。カラオケで途中までみたいな。じゃあ私ないんじゃない。舐めるまで。週に妄想頭の中で済みます。うん、まあ、大体好きな人とか私2人しか彼氏と、まあ、好きだったけどセフレ止まりだった人がいて、その2人だけです。まあ、たっぷり数ヶ月ですね、2、3ヶ月。まあ、付き合いたかったけど、向こうはそうじゃないってことで終わりました。あんまどぎついのじゃなくて、清楚で可愛い下着が好きなので水色とか白のレースついてるやつがお気に入りです。今日はピンク。硬さ。なんかサイズ気にならないですよ。私が背小さいんで、体小さいんで、もう向こうが大きいとちょっとしんどいから、大きさは私はあんまり気にしてないです。恥ずかしい。チャンネル登録お願いします。